夫婦の自宅のリビングでのこと。旦那が車を欲しがっていた。興味がない私はすべてお任せした。妻は夫がプリウスを買ったと思っていたが、実際にはドルンドルンうるさいスポーツカーを買っていたことを知る。400万だそうです。ケータハムセブンです。卒倒しそうです。離婚しようかと本気で考えています。夫はプリウスが売り切れていたことや、スポーツカーが比較的安くてモテると聞いたことを言い訳にするが、屋根もないようなわけのわからない車を買って許す。と思っていたのか？妻は怒って離婚を宣言する。夫はそれならプリウスの方が良かったと後悔する。父親が駆けつけ、私の両親も急に来ました。義父と父は車を見るなり、かっこいいねえと、子供のようにはしゃぎました。私は怒りました。そういうことではないと、ケータハムを買い上げてくれた。車は義父が買い取り取り、旦那がそれでプリウスを買うと言って。大はしゃぎです。我慢の限界だったので両親たちに帰ってもらい、私が寝室で横になっています。嘘を吐いて高いものを買うことを認めるなんて。それが私のお金でなくてもです。誤解を招かないよう言っておきますが、旦那の趣味やお金を制限していません。嘘を吐いて高いものを買うという子供じみた行為に、プリウスではなくジムニーになりました。夫がどうしてもと土下座しまして、見れば値段がプリウスより安かったのでしぶしぶ承諾しました。正直もう車にこごりです。怒りを感じています。チャンネル登録と高評価していただけると励みになります。